桂竹一郎です。千代チャンネルです。今日は山口県の周防大島に来ております。この島の名物でみかん鍋というものがあるんですね。はい、もう冬限定の鍋でして、みかんと鍋かなりミスマッチな感じがします。正直うまいかよくわかりません。でも愛媛で前に食べたみかんおにぎりは美味しかったんで、みかんと米合わねえかなと思った。うまかったからみかん鍋ちょっと期待してます。というわけで道の駅のサザン瀬戸東和に来ておりますけども、こちらのみかん鍋定食を頼みました。はい、こちらですね、これでございます。まさにみかんが入っております。まあ、みかん1個だけですね。あとは普通の鍋でみかんが丸ごとです。しかも丸ごと1個入ってます。丸ごと、なので想像とちょっと違いますね。細かく砕いたみかん汁なのかと思ったら、まあ、丸ごと1個そのままドンと入っているということですね。はい、定食なんで、ご飯とか、ひじきとか茶碗蒸しもついています。さあ、じゃあちょっと食べてみましょう。百聞は一見に近づくですから、実食みかんだね。いきます。まずどう食うかもわからない。とりあえず、まあ、このみかん鍋シーンと書いてますね。食い方は5分ほど待ちください。5分待ちました。みかんは皮ごとお召し上がりいただけますと。みかん胡椒はお好みで、締めは雑炊で。なるほど。特にこれみかんそのまま入ってるだけで、あとは普通のお鍋っていうことですね。みかん砕いて混ぜるとかでもなさそうです。じゃあ行ってみます。じゃあね、ちょっと待って。じゃあ、まあ、普通のこの水菜とかも取りつつ、白菜取りつつ、じゃあみかんこれ丸ごと食えるって書いてありますね。何かしらが書いてあるけど読めません。はい、丸ごと食える。じゃあちょっと行ってみます。丸ごと、待って、普通の味で確かめてね。普通の白菜の味確かめます。うん、別に普通ですね。他の具材のキノコとかの味、ね、みかんの味染みてない。普通です。うん、でいきます。みかんこのままかじりついていくね。うん、うん、おみかんですね。あったかいみかんです。酢豚にパイナップルを入れてるような気持ちになりますね。アップルパイみたいな、あったかいアップルパイみたいな、ホット果物です。なるほど、なるほど、こういう感じなんだ。確かさっぱりする。鍋はすごいさっぱりする。鍋の具と一緒に食ってみましょうね。うん、思ったよりも悪くはないです。悪くはない。けども入れなくてもいいかもしれません。合ってるかって、確か鍋の具として酢豚にパイナップルいける人はいけるんだろうなっていうことです。はい。でもそのまま入れたいね。皮なしで入れてもいいかもしれんですね。なんか焼きみかんみたいな。うん、ご飯とも食べれるよ。うん、
これご飯をみかんやっけばよ、うん、ご飯をみかん鍋、うん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 、面白いですね。面白い味がします。みかんおにぎりはみかんの汁で食べ込んだんですけどね、あれすごい面白かったんですけども、みかん鍋悪くはないということが分かりましたけど、入れなくてもいいんじゃないかということも分かりました。はい、ありがとうございます。みかん鍋待望のありつけてよかったです。10月から3月この時期10月から3月という間でしか食べられない時期限定だそうです。冬場だけ、うん、まあぜひ冬場だけの珍味でございますからご賞味あれ。